もたもたしてると置いてくぜ。スネーク、あの男のことは知っているだろう。もちろんだ大佐、マリオだな。マリオは1981年に初登場してから世界的に人気を博している。マリオを知らない者などほとんどいないだろう。それほどの有名人だ。そんなスターと手合わせ願えるとは、いい時代になったものだな。奇跡的な機会だ。悔いのないように存分に腕を振るうがいい。了解だ大佐、任務を続行する。待たせたな、そこだ。スネーク、忙しいところすまないが、ビッグニュースだ。なんだ、また無茶を言うんじゃないだろうな。君は大乱闘スマッシュブラザーズを知っているかね。ああ、あの任天堂の。実は君に出場の招待状が届いているのだ。お、スネーク、参加してみる気はないか。ところで君は今どこにいるんだね。偵察に夢中だ。偵察？うん。一体何を？敵を知ることこそ勝利への近道だからな。ショータイムだ。